はい、豊原旧整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は新旧効果五十肩についてお話をいただけますか。はい、新旧治療のね、五十肩に対する効果ということなんですけど、その他の症状もね、たくさん新旧が非常に有効なことってたくさんあるんですけど、五十肩もものすごく有効なんですね。でどうしてかというと、五十肩っていうのは基本的にその科学的には全く症状を解明することができないんですね。ものすごく痛い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 っていう状態で、病院で MRI 取る、CT 取る、あとはレントゲン取るをしても何の異常も出ないんですよ、ね、で東洋医学っていうのは、鍼灸医学ね、東洋医学っていうのはそもそもが見えないものを相手にしてるんですよ。ツボも見えないし、ツボの道っていうのも見えない、経絡っていうのも見えないんですよ。だから見えない症状が非常に得意なんですね。だからこの五十肩ですね、鍼灸治療が私は一番効く治療法の一つだと、治療の経験からですね、確信しております。以上です。